やがてあなたたちは教会の近くへとやってきた。周囲に漂う不吉な気配が敵がすぐ近くにいることを示していた。なんか本当にそんな気配がしてきたぞ。一体どうやって演出したんだ。そして決戦の時が来た。さあ行こう。フロリアン、待って。どうしました？外で待っていろ。ソウルドリンカーは一度あなたの意識に侵入したことがある。再び侵入して体を操ることはたやすいはずだ。それに奴の本体に近いところで侵入されれば体にどんな異変が起こるかわからない。だからこそ私は行かなければなりません。先頭に立たせてください。もしかして。はい、奴を私の体の中に引き寄せます。危険すぎる。最悪の場合あなたを殺さないといけない。分かっているのか。十分承知しています。でもそれであなたたちのターゲットも明確になります。奴は操りやすい体から簡単に逃げたりはしないはずですから、あなたも仲間たちが取り憑かれる心配をせずに済みます。クロリンデさん、私と違ってあなたは強くてまっすぐなファントムハンターです。自分が犯した過ちはきっちり償わせていただきます。というよりそうしないと気が済まないのです。私自身の誇りのためにあなたに決闘を申し込んだと思っていただけませんか。手加減は一切必要ありませんから。わかった。フロリアン、決闘代理人の名のもとに決闘の申し込みを受け入れよう。あなたに敬意を表する。ありがとうございます。さて本題に入ろうか。ファントムハンターの剣先に震える魔物の集体を再びさらけ出してやろう。倒せない魔物などいない。その時ファントムハンターの宝に秘められた力が手の中に集まり始めた。宝？もしかして鍵は歴代ファントムハンターの名前よ。でもどうすれば。パイモン、忘れたのかい、僕たちの切り札の技能。彼らは名乗りも求めないが人々の召喚には必ず応える。ファントムハンターウォルト、変幻自在なマジシャン、幻影両団の処刑人よ、姿を現せ。ファントムハンターエスト、黄金の意志の継承者、暗影両団の審判官よ、僕の召喚に応じよ。ペトロニラ、秩序と正義の守護者、一番敬愛するファントムハンター、親友を助けてくれて、大切な友情を与えてくれてありがとう。お願い、私に力を貸して。我らファントムハンター召喚に応じよう。
者が倒され、魔法使いも討伐された。その後、王都に再び平和な日々が訪れた。心を支配されていた臣下たちは、己の犯した過ちを知った。国を救った英雄である彼らの名前を覚えている者もいれば、何も知らず生き続ける者もいる。これが不穏な影を追いかけ、蹴散らし、狩り尽くすファントムハンターの物語だ。人々の記憶にとどまろうととどまらなかろうと、彼らはこの町を守り、人々の暮らしを守り続けている。ふう、おしまいかい。素晴らしい結末でしたね。素晴らしいストーリーだったよ。最初はありふれた冒険物語だと思っていたけど、ストーリーが進むにつれ、構成や細部にこだわっている感じが伝わってきた。特に最後の決戦のシーンは本当にリアルだった。あはは。うん、そうだね。宝物庫で手に入れた武器にあんな効果があるなんて思いもしなかった。そうそう、手に持った武器が輝き出した時は本当にびっくりしたよ。でもじっくり観察してみたけど、もう二度と光らなかった。あ、武器も小道具だから後で回収するんだろ。ここに置いとくよ。フリーナ様、楽しんでいただけましたか？うん、楽しかった。またこういうテトシアをやる時があればぜひ僕も呼んでくれ。もちろんです。では僕は先に失礼するね。帰りながら物語の余韻を楽しもうっと。フロリアンが目を覚ましたら代わりによろしく伝えておいてくれ。よっぽど疲れているんだろうな、こんなに眠り込んでしまうなんて。そうですね、相当疲れていたのでしょう。ではみんな、また会おう。もう聞いていいよね？うん、いいと思うよ。一体どういうこと？気づいていたのか。洞窟で目を閉じろって言われたシーンなんて気づかないでいる方が難しいよ。聞きたいところをぐっとこらえたのよ。クロリンでは何事もなかったかのように振る舞ってたし、フリーになったら全然気づいてないみたいだったし。幻想を壊したくないって気持ちはみんな同じだったみたいだね。え？一体何の話だ？え？相棒気づいてなかったの？あ、ごめんごめん、今からでも耳を塞いでて。いや、私が塞いであげる。後の祭りだと思うけどね。え？ってことはさっきまでの出来事はシナリオじゃなかったってことか？最初から普通のテトシアとは違ったと言った方がいいかな。ええー、なんだ騒がしいな、頭が痛い。おい、早く起きろよ。一体どういうことなんだ？ゆすらないでください、頭が。おいらの聞き間違いじゃないよな。シナリオの後半はお前たちが即席で作ったものってことか？嘘をつかれたのはムカつくけど、フロリアンの創作力もクロリンでの臨機応変な対応もすごかったぞ。ステージの上で道具を忘れたことに気づいて、その場で素晴らしいマジックを考えて披露するマジシャンみたいだね。そんな怪しい宝物庫だって分かってたら、オイラ怖くてとっくに逃げてたかもしれないぞ。恐れるに足りない。クロリンダにとっての恐れるに足りない場面は他の人からしたら度肝を抜かれるほどなんだってば。私は慣れてしまったのかもな。クロリンデの毎日ってどれだけ刺激に満ちてるんだよ。だ
からゲームマスターをやってる時もいろんなシチュエーションに対応できたんだな。フロリアン、あなたのことだが。弁明するつもりはありません。今すぐ警察隊のところに行って自分の罪を告げ、処罰を受けます。私に言わせればあなたはもう十分処罰を受けている。え、最初こそ理に目がくらんでいたようだが、最終決戦の時あなたは行動をもって自らのファントムハンターとしての資格を証明した。あなたがファントムハンターとしての役目を果たし続けることがこの町のためになるのではないだろうか。しかし、無論鍵を持って二人のファントムハンターを訪ね、きちんと謝罪した上で相手の提示した条件にも応じてもらう。はい。しかし他のことについては私との決闘であなたはすでに自分自身の誇りを見せてくれた。では仰せの通りに、今から2本の鍵を返しに行ってきます。改めて皆さんにお礼を言わせてください。私にもう一度チャンスをくれた皆さんの期待を絶対に裏切らないことを、ファントムハンターの名において誓います。それではまたお会いしましょう。ところで、洞窟の宝はどうするつもりだい？現状復帰だ。本当にそれでいいのか？町のみんなに解放してファントムハンターのことを知ってもらったりしなくていいのかよ。ああ、それがファントムハンターたちの選んだ道だ。私も同じだ。これからも決闘代理人として役目を果たしていきたいと思っている。ファントムハンターという身分を人々に覚えておいてほしいとは思っていない。魔術師の道とはだいぶ違うけど、クロリンデさんの決定には敬意を表するよ。あれ、そういえば最後戦った時武器が光っただろ。演出じゃなかったんなら一体なんで光ったんだ。過去にファントムハンターは武器に魔物を制圧するための術式を施していた。魔物を感知すると光るようになっている。ああ、だからあいつの動きを抑えることができたのね。私本当に召喚が成功したのかと思っちゃった。成功した部分もあると言えるかもしれない。ん？というと？おそらく封印されていたソウルドリンカーは例のファントムハンターたちと同じ時代を生きていたんだろう。皆が名を唱えたファントムハンターたちはかつて奴の同胞を数えきれないほど買った最も勇敢な狩人たちだ。名を聞いた時奴は明らかにおじけづいていた。名前にはそんな力もあるんだな。ナビア、先ほど召喚した時に唱えていたのは。あれは私の本心。いや、だからその本心を言ったってお芝居よ。お願い聞き流して。蒸し返さないでよ、恥ずかしい。ありがとう。まああんたと私の仲だしね。うんうん、その話はおしまい。私先に行くからちゃんとついてきてよね。うわ、逃げちゃったぞ。じゃあ僕もそろそろ失礼するよ。今日は収穫が盛りだくさんだったな。帰ったら素敵な物語をみんなに聞かせてあげないと。一晩中語れそうだよ。うん、また会おう。旅人、もし誰もあなたの名前を覚えていなくても、誰もあなたの旅のことを語らなくても、その旅には意味があると思うか？戦
とえ誰一人覚えていてくれなくても、仲間と過ごした時間、そして一緒に描く未来に意味がある。いい答えだ。覚えておこう。私はその質問にファントムハンターは答えなかった。今宵の静寂は答えの代わりになるだろうか。